自分は1年生から2年生の基礎的な造形の勉強をしてきたんですけれども、2年生の後期にやっぱ企業さん、大手メーカーさんとの授業、車の方さんとの授業を行って、やっぱりすごくちょんちょんにされてダメ出しをもらったのが去年のきっかけでした。まず何がちょんちょんだったかというと、今までのプロダクト、1年生から2年生までのプロダクトって基本的な造形と組み合わせなので、まあ、そんなにパーツを描くのにも時間かからないし、まあ、すぐ描けるっていうのが良かった。まあ、それで乗り越えられてたんですけれども、やっぱ車っていうジャンルに入ると、やっぱり、なんか複雑な造形、まあ、内装なんか言ったらもっと複雑なので、そのパーツを取るのに時間がかかって、デザイナーさんの人と喋りながら映画見たいんだけどって言われてもすぐ見せれなかったりだとか、まああと図面ですね、やっぱり図面を描くときもやっぱりパッケージングがしっかりしてなかったりだとか、ちっちゃいものだとやっぱりモックアップを作ってそのまま図面になんか明かりをつけてできたんですけれども、やっぱり想像を膨らませてでかいものを作るのはできないので、その想像力がまず足りなかったっていうのがやっぱり壁でしたね。それで教授さんにもすごい怒られて、そこで僕は火がつきましたね。それで、大手メーカーさんのインテリアデザイナーについては、だから、車っていうのは、プロダクトの王様というところにすごい感銘を受けて、車って面白いなっていう気持ちから、車をデザインした、アクションのデザインをした。その時は自分は、人生の後半、だったんですけれど、やっぱりその時は乗り越えたんですけど、乗り越えられてないと思います。やっぱり乗り越える壁はちょっとは超えたとは思うんですけど、やっぱり全体的に超えられてなくて、まあ、今までの授業よりかはもうスケッチは倍以上になりましたし、やっぱりイラストレーターとかフォトショップを使う機会も全然倍以上になった。倍以上にしたんですけれども、スケジューリングを組んでしっかり倍以上にしたんですけど、やっぱまだそれでも超えられないっていうのがすごく悔しかったので、本当に。あの時はクレーをやったので、僕はちょっと立体の方が好きだったっていうのがあったので、クレーで間違えて塗って間違えて持ってみたいなのをずっと繰り返して、なんとか形にできたのかなっていう。その時はやっぱり自分がまず最初に入った理由として、まあ、2つあるんですけど、まあ、1つがやっぱりデザイナーさんからの紹介が1つですね。尊敬しているデザイナーさんの紹介で行ってみたらどうですかと言われたので素直に行ってみたっていうのが1つあって、でもう1つが、まあ、車はまあ3年生の時はもう延々と朝から晩まで書いてたんですけど、やっぱりなんか自分の絵って正しいのか分かんなくなっちゃうんですよね。なんか分かんなくて、教授に見せた絵にまあフィードバックがあるんですけれど、やっぱりそれを乗り越えるのは自分だっていうので、そこの兼ね合いがすごい苦しんでたっていうのが大事にあって、でなんかワークショップを見たときに山下さんが来てくださるっていう話を見て、マテアレディのデザイナーの方ですから、あ、客観的にそのデザイナーの人から見てもらいたいっていう気持ちがすごい強くあったので、ちょっと行ってみようと思って行ってきました。はい。なんか最初、ちょっと不安だったんですよね。通信系だったんで、まあ、不安だったんですけど、なんだ、もう、本当に、テレビ電話してくれたとき、すごい嬉しかったですよね、やっぱり。本当嬉しくて、なんか、いや、なんか、すごい、身近に、いきなり先生が身近になって、これができるぞ、みたいな。モチベーションが、ふっと上がって、ついていこう、って気持ちになって、始まりましたね。で、最初なんですけど、チャットバック
その連絡が来たんですかね。とりあえず現状を説明して、そういう部分のレベルを上げたい。面談から始まって、そのレベルを上げる特別レッスンをやりましょうという感じで、ね、最初はなんか復習がてらみたいな感じで、まあ、線とパース、まあ、毎日やってたんですけど、まあ、やって、まあ、それでもボロボロ言われてまあ直して、まあ、その後にじゃあ車帰ってみましょうってなって、まあ、やったんですけど、きつかったですよね、やっぱり。ポートフォリオも作んなきゃっていう、忙しい時期に、2、3時間学校にクラスを残り、家帰ったりも帰って、コンビニでスキャンしてみたいな繰り返してた感じですかね。ちょっと遅れるときはすみませんっていう感じでやって、やりとり的には感じはそういう感じで、どんどん絵をこちらから出していって、それをなんか、フォトショップとかのデータでちゃんと返してくれるっていうことで、真摯な話だったのかなと思います。教える内容とかは、なんか、やっぱ最初図面からスタートしまして、例えば車にも車種とか、中型車、小型車とかあると思うんですけど、まあ、その図面を持ってきて、まあ、どういう大きさなのかっていうのを、まず、こうしたらひたすら、今度正確に書いていくという感じですか。これはまずステッチの隙間の大きさの大体の大きさじゃないですか。ステッチの垂らすっていう部分ですけど、大きさを書きながらそれが正しいんだってことを身につかせるとか染み込ませていく感じで、そうですかね。大きさを把握できないと、やっぱり、読み書けなくて、自分がその、目標としてたところも、やっぱしっかり大きさが変えてくれたので、やっぱり、こう、重点でやって、そこから、展開の仕方とか、考え方、深めていった形。で、最終的に、まあ、アイデアスケッチとかもいっぱいやったんですけど、まあ、そこからレンダリングに塗っていくときに、どこら辺に色を塗るかとか、どういう、向きとか、どこにてるんですかね。向きを変えても、まあ、同じ車に見えるかっていうのをすごい意識して、やってました。フロント、リア、サイドってあると思うんですけど、3つが別の車じゃないようにするために努力はした。で、交渉を意識して。僕は1年生と2年生の時に、大体もう半分以上の単位を取っておいて、もう3、4年を楽しようみたいな設計で一応やってて、授業の課題をやっぱ追求するしなきゃいけないんだろうと思うんですけど、もうほんとデザインバカになってたんで、もうそのデザインやりたいみたいなのが強すぎて、もうそっちはもうなんか効率のいいほどほどの程度で収めつつ、でそのデザインの方に本腰を入れて、ずっとなんかその意識のなんか区別じゃないですけど、まあ、なんか集中力を上げる部分をそっちになんかその力を比重を置いてたみたいな感じですかね。スケジュールはやっぱり早寝早起きですかね。なんかそれに尽きんのかなと思って。僕とかなんかほんと友達からおじいちゃんじゃねみたいな感じで言われてたんですけど、まあ、11時半に寝て、で、6時に起きるとか、まあ、僕はなんか朝走るのが趣味だったんで、朝5時半とかに起きて走って、まあ準備してゆっくりご飯食べて、で、スケッチして、8時から学校が来るんですけど、8時に学校が来るっていうのがもうマストで決まってたって感じですかね。で、環境も大事かなと思って、やっぱりそういうキツキツの生活してると、なんか、ストレスがやばいじゃないですか。なので、自宅
自宅の部分だったらなんか思い入れのあるスケッチとかを壁にバーって貼ったりとか、かっこいいって思うやつを寝る部分の天井とかにバーって貼って、起きた瞬間、あ、かっけえみたいな、なんかそこら辺でなんかちょっと気分上げつつですよね、気分上げつつなんかあのアドバイスいただいた、あのインターンとかでアドバイスいただいていたあの手紙とかを壁に貼って、疲れた時それ読んで、あ、頑張ろうみたいな感じでやってたって感じですかね。線と円を描く練習を30分マストで絶対朝夜やって、でも車をずっと永遠に描くみたいな感じですかね。で、気が向いたら靴とか内装を描いて、ちょっと紛らわせつつ、でもやっぱ車をちょっと描いてました。僕はもう行きたい会社の販売してる車を描くのと、あとやっぱピンタレストとかで載ってるあの上手い人のスケッチを模写する、模写っていうのもなんかその車を描くんじゃなくて、あの線の筆圧の使い方とか表現の仕方、あのコピックの乗せ方とか、あの鉛筆でどこら辺を濃さの順位とかをなんかすごい意識して描いたりとか、あと光の当て方っていうんですかね、あの色を使ったり鉛筆を使ったりして、その光がどっからどう当たったりとか、あと素材がどこからなんかどういう素材でできてるのかを表現する描き方とかをすごい探してはピンし、それを描きみたいな感じでしたね、はい、まずカテゴリーを決めましたね。僕はあのモビリティの中でまず就職活動をしようっていうところからスタートして、でプロダクトもやってたので、そのプロダクトも視野に入れた、まあ、どっちも対応型のポートフォリオを作ろうって最初なったんですけど、まあ、夏インターンシップに行って、あ、これダメだと思って、まあ、プロダクト用のポートフォリオとモビリティ用のポートフォリオに分けて一応作りましたね。で、2つ作って、まあ、どっちも行けるぞっていう体制を、まあ、夏前に取って、そこからあの本試験本番に向けて、自分やりたいのどっちなんだろうとずっと考えていって、まあ、大体会社が絞り込まれていくわけじゃないですか。それとやっぱり自分 の, あの自己分析した時 の, あの精神的な部分、やりたいなんかやれるところっていうか自分に合ってるところをピックアップしていって、そこがたまたま一番モビリティだったってっていうことですね。なのでモビリティもそのポートフォリオをブラッシュアップしていったみたいな形になるんですよね、うん。まあ、インターンシップに行った時にいろいろ家電の方も行ったので、いろんな人と喋る機会があったんですけれど、家電系の人って結構誠実な方が多くて、まあ、真面目ですごいなんていうの、おとなしめの方が多いんですけど、まあ、モビリティの人はそれよりなんかアクティブ感をすごい大事にしてて、まあ、明るくて、なんか楽しませるのが大好きみたいな人たちがすごいので、なんかそれが僕にフィットしてたみたいな感じで、まあ、モビリティを選択したみたいな感じですかね。単純なんですけど、受かる受からないっていいですよね。まず、運が一番ついたかな。なんていうの、それは逆になんか合わなかったんだとしか言いようがないと思うんですよ。僕も落ちてるところは落ちてますし、逆に受かってるところは受かってますから、あれなんですけど、まずなんかあの夏のインターンシップでどれだけ受かるかだけちょっとやってみたらいいんじゃないですかね。あのインターンシップに呼んでもらえるってことは興味があるってことなんで、そのやっぱり本番までに、まあ今って2年生とか1年生でもありますよね。なんか車業界の本田さんとか伊沢さんとかやってくださってセミナーみたいなと思うんですけど、そこにとりあえず応募してみて受からなかったってことは、じゃあ何かを変えなければいけないんだっていう、そのまずそうですよね、どうするか、受からない心配するよりかはまずあの出してみるしかない、
それでも僕の場合は普通に出して、まあ、大体受かって、まあ、こんなもんかみたいなって言ってちょっと叩きのめされたみたいな感じなんですけど、まあそんな感じなんですかね。やっぱ出してみて受かればまあ手応えもあるだろうし、受からなければまあそれはしょうがないっていう、まあショックっていうよりかは逆に足りなかったことを聞くしかないっていうのがまず一つで、もう一つが友達で多分受かってる人とかいると思うんですよ。そういうのになんか気を使うとか妬むとかもあると思うんですけど、逆になんか見比べるみたいな、受かってる人と俺は何が違ったんだろうとか、そうですよね。そこからやっぱり学びがあるといいですよね。で、僕の場合はその夏のインターンが終わって、最後実習受かるかっていうので、そこですごい危機感を持った。持ちましたね、逆に。逆に持って、なんか、このままでいけば、なんか楽はできるのかもしれないけど、楽したくないっていうか、完璧になりたいみたいな。完璧ないんですけどね。結局できないんですけど、完璧に近づきたいみたいな。ちょっと前までだったら、スケッチ描きなってしか言わなかったと思うんですけど、今の子たちって考えないでスケッチ描くじゃないですか。あれがちょっと良くない、良くないなってすごい思ってて、なんか自分は結構人を大切にした方がいいのかなって思います。なんかやっぱり、まあそうですね。出会った人もやっぱりこの人生にも影響を与えてくださいますし、逆に影響を与えてるかもしれない。意識してやっぱ人と接するときは本当にすごい丁寧にやるっていうのが一個目と、あともう一つが遊んだ方がいいと思いますよね。やっぱりなんか結構僕はなんか1年生からよく関西の方に遊びに行ってて、靴とか作ったりとかしてる町があるんですよ。そこからよく遊びに行って、そこでのなんかおばあちゃんと喋ったりとか、90歳の職人さんと喋ったりとか、まああるんですよ。ざらに。いっぱいあって、まあその中でやっぱり育まれるその人間性っていうのがすごい僕は大事なのかなって思います。スケッチは描けば絶対上手くなるんで、描くのはもうマストとして、そこからどう深めていけるかっていうのはやっぱりその旅をするじゃないですけど、行動アクションをした方が楽しいしレベルアップもしますと思います。